してここにまえちゃんが？私アルバムではるかちゃんと二人で歌ってた虹色バラメーターが大好きなんです。はるかちゃんとまえちゃん二人ともすっごく息ぴったりで、それにありがとう。困らせちゃった、ごめんなさいごめんなさい。アスランを辞めてから1年くらい見てなかったわね。どうしてここに？それはもしかしてはるかちゃんに会いに来たの？はるかちゃん、今日はもう帰ってたんだね。桃井さん、日の森さん、それに花里さん、せっかく探してもらったのにごめんなさい。別に大丈夫よ。それよりどうしてわざわざ校門前で待ってたの？辞めたとはいえ同じグループのメンバーだったんだし、連絡先くらい知ってるんじゃないの？はい、連絡先は知ってるんですが、電話でもメッセージでもうまく伝えられないと思って。伝えられない？何か事情があるのかしら。私たちでよかったら話を聞かせてもらえない？同じ元アイドル同士、何か力になれるかもしれない。